で、ジュニアレース準決勝2着になりました地元の鈴木選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、今日は松木選手、平原選手と別戦で短期の戦いになりましたけども、どういうふうに戦おうっていうのを決めてましたでしょうか。まあ、短期ですけど、しっかり自分が準決勝のつもりで動こうと思ってました。で、北日本勢の後ろに、続いて仕掛けたと思いますけども、4コーナーのところでホーム前で松木選手から一発あったと思いますけども、あのあたりはどうだったでしょうか。まあ、松木君はああいう選手っていうか、前々攻めていく選手なので、まあ、その辺も警戒しながらしっかり立ち回れたので。まあ、最後は新田選手が抜けたところ一緒についていって追い込みましたけども、ご自身の踏んだ感触っていうのはどうだったでしょうか。まあ、若干疲労もあって踏み心地というか踏み代があんまないかなと感じはするんですけど、まあ、しっかり今日ケアできればなと。この後でもセッティングは変えずにしっかり疲労を抜くっていうところに専念ですかね。はい、そうですね。で、明日の決勝戦なんですけども、まあ、関東が松木選手に群馬の2人がいる形になりましたけども、はい、どういうふうに戦われますでしょうか。まあ、4人で話し合って、まあ、僕は松木君の番手に行かせてもらいます。まあ、何かどういった経緯があったりとかっていうのは。まあ、並ぶことも考えたりとか、いろいろ自力同士で話したんですけど、まあ、別れて戦った方が、まあ、G1 につながったりとか、まあ、明日のレース自体が面白くないかなと思ったので、まあ、しっかり別れて戦うことになりました。わかりました。地元の声援というのはどうですか。まあ、そうですね。まあ、いい、まあ、後押しになるというか、まあ、力になります。明日はチャンスある一打だと思いますので、最後決勝の意気込みをお願いします。明日も力出し切ることに集中して頑張るので、応援してください。